やだねったらやだね、22歳氷川きよしの懐かしショットが話題、若々しくてすがすがしい、デビューは衝撃的でした。歌手の氷川きよし、福岡市出身が自身のインスタグラムを更新。やだねったらやだね、と22歳児の写真を公開した。やだねったらやだね、22歳氷川きよしの懐かしショットが話題、写真。22歳の頃、 と大使投稿したのは、2000年に発売されたデビュー曲、箱根八里の半次郎のジャケット写真。懐かしの8センチメートルシングルで、スーツ姿の氷川がキリッとした表情を見せており、やだねったらやだねで流行語トップ10に選んでいただきました。懐かしい、とコメントしている。さらに流行語対象の受賞式や MV の写真も投稿し、ウイオドリは、 若い時あったよ、と懐かしいんだ。また、第四人であり歌の師匠です。と紹介しデビュー曲などを作曲した水森秀夫との日ショットも公開。18歳の頃が昨日のことのように感じる時間でした、と感謝のコメントを残している。SNS 上では、ありそうでなかった日書若々しくてすがすがしい。とても素敵な笑顔ですね。 本当にデビューは衝撃的でした、などのコメントが寄せられている。